今日朝倉環奈選手と、コラボさせていただくということで、柏のジムまでお邪魔させていただいてます、はい、柏とか僕久しぶりに来ましたよ。そうですね、いや僕は初めてなんですけどね、まあ、柏って言ったら、まあ、柏レイソルですか、はい、まあ僕サッカーやってたんでね、環奈さんサッカーやってたから、まあ、東京の方からと1時間ぐらい車でかかりましたけど、ガチャガチャしてなくて程よく落ち着いてていい場所ですよね。朝倉環奈選手総合格闘家なんで、まあ、その寝技もいろいろ教わりつつ、なんか打撃の格闘家としてのいいコラボできればいいかなと思ってますね。この辺ですか。昔共通のスポンサーさんがおられて、何年ぶりかな、もう2年2、3年ぶりにこうしてまじまじと喋らせてもらうことは本当久しぶりです、はい、打撃もすごいし、まあ、特にねやっぱ締め技っていうか、ね、レスリングは本当強いと思うんで、本当ギャップというか恐ろしいですね今日は勉強させてもらいたいと思います。では今日は朝倉環奈選手とコラボさせていただくということで、環奈選手のジムまでお邪魔させていただいてます。環奈選手お願いします。ありがとうございます。お願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。わざわざ、ね、ライジンのチャンピオンですからね、はい、はい、ちょっと今日はあの寝技とか、関節技とか、まあ普段やらないようなね、あの格闘技の部分を教えていただけたらと思いますんで、まあ、最後はちょっとまあ、試合形式じゃないですけど、はいはい、ゲーム形式で寝技対決、はい、あ、わかりました。やらせていただきたいと思います。ぜひお願いします、はい、では楽しみにしておいてください。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。最近はオープンフィンガーもはめること増えたんで、うん、まあでもこれちょっと練習用なんで、定番のね、それ練習用です。バンド持ってるやつなんで、本当はここがそうです、もっと薄くて、こう横もほぼないです、うん、本当は突き指シーズンの感じのやつ、はい、これ逆っすね。あっめっちゃ面白い結構前から気づいてましたよね。はいあれ親指どっちかなじゃん、はい、申し訳ないです。全然大丈夫です。すいません。自分タックル得意なんで、はい、あ、はい、タックル教えてさせてもらってもいいですか、はい、まず、はい、まあ、総合なんでレスリングはこっち基本構えるんですけど、はいはいはい、総合なんでここからあ、まあ、ある程度パンチして、はい、こう上下フェイントして入るんですけど、はいはいはい、形だと相手のもうこのここの部分あるじゃないですか、はい、ね、胸からこう置くイメージから胸で当てて、で耳でこの、ここを押し入れて、ああ、なるほど、で、持ち上げて倒しちゃう、はい、もうあとはもう勢いです。なるほど、だから掴んで、はいはい、オーソドックスとサウスポーでもまたちょっと変わってきます。まあ、入り方は結構変わってくるんですけど、はい、自分は最初オーソドックスでやってたんですよ、はい、あ、そうなんですね。けどタックル入るのはこっちなんで、途中から変えたんですけど。じゃあ右利きですか。右利きです。右利きのサウスポー、はい、なるほど、なんですけど、もしそっちが足前だったら、はいはい、内側に頭出して、あ、そうですね、そうですね、はいはい、タックル、こっちだったらこう、で、そのまま、そうです。なんかもう、知ってますよね、切るやつ。ちょっと切ろうとしましたけど、ちょっとやめてください、はい、最初はこうしたら、はいはい、こう、あ、そうですね、はい、ちょっとやってみてください。はい、こっちですね。たら、手は、はい、この膝の後ろの、あ、はい、あ、そうです、そういうイメージ、はい、で、耳につけて、耳やって、あ、もうそのままあと倒すだけです。こういう感じで、はい、あー、なるほど、から、はい、おー、なるほど、どうですか結構息はありますね軽く、でも倒してもらって、こういうから、そのままもう押して、はい、こっちに倒して、あ、そうです。これはでも離さない方がいいですよね。離さない方がいいですね。そのまま、まんまくっついて、そのまま、そのまま動き続くんで、あ、なるほど、そのまま上に押さえられたりとか、はいはい、すぐくるんで握られちゃうんで、なるほどです。掴んでて押さえに行った、はい、すぐこういう感じですか、ね、あ、そうです、そうです、はい、打撃、はい、して、フェイントしながら、めちゃめちゃうまいです。大丈夫ですか、はい、なるほど。
クルはもう本当あとはもうタイミングと、はい、あとは勢いなんで、例えばここでこうやって止まっちゃったりしたら、はいはい、切られちゃうんで、もう捕まえたらもう、はい、押し切っちゃう、止まんないで走るぐらい勢いでいった方が、でもめちゃめちゃうまいですね、やっぱり。よかったですじゃあ十字から、はい、十字ラン、まあ、じゃあタックル倒したところから、はい、下に入れてもらって、はい、でここからこうマウントを取るんですけど、はい、それでパウンドとかこうやって打って、なるほど、で片方の1個の手を取ります。こっちに取るんですか。これどっちでもいいんですけど、はい、この後ろに下がってると逃げられちゃうんで、はい、この上乗った状態で、はい、自分はこっちの足を前に出してこうです。ああ、おお、人それぞれなんですよ。ここから、うん、こっちの手を取れれば守るんで、でこの時にここが離れちゃうと、うん、この手抜けられちゃうんで、うん、ここくっつけて、ここがこうっすね。そう、はい、ガードするんですけど、はい、伸ばして、うわー、怪我こうで、これもこうやって帰って帰ってたらしいですね、はいはいはい、上向かしてちゃんと縦なんですよね、はい、へー、しっかりくっついて、もう密着して、これでもあの女性の力でもやっぱりこう耐えれないもんですね、結構、はい、体重かけて引っ張るってことですね、はい、そうです。あ、なんかこういうとこを引っ張っても、うん、ここだと抜けないんで、こっちのもう腕の方を持って手首こっちを伸ばしてポンって決める。でも絶対できますよ、それ柔道やってたら。いやいや、足の運びとか全然できないんで。やってみてください。あ、いいっすか、すいません。倒したで、ただ上に乗るんです、相手の逃げられない。で、そうです、大丈夫ですか。大丈夫です。 OK、 で、そのままそして親指上で、はい、はい、で、そのままこうで、ここを閉じて、はい、平田、平田閉じ、あ、そうです。おお、なるほど。これめちゃめちゃ決まります。あ、痛かったですけど、ね、はい、普通に決まります。ちょっと力加減も分かんないですね、これわかんないですよね、かんないすね、決まってるから。でも結構決まりますよ、やっぱ。実は折ったことあります。折ったことないです、でも、はい、十字でも1本取ったことあります、あ、試合で。これ取れたら気持ちいいっすよ。めっちゃいいっすね、いいっすよ、はい、タップしてくれるんで。一番結構ベターなものですか。そうですね、十字か、自分はまあチョークか、どっちかが多いですかね、はい、レイナ選手落としました、ね、いや、めっちゃ悪い話でした、落ちてた、落ちてた、はい、あれで知ったって言ったら失礼ですけど、やっぱあの試合で、いや、みんなでもそうだと思う、はい、なんかあの試合の後とか、あ、締め落とした人だとか言われて、名前は知られてないのに、なんか殺人見した人に次は三角、はい、よろしいですか。三角は下からなんですけど、はい、こうやってなった時に、はい、相手が例えばタックルを倒してきました、はい、でそういう時にこっちの手を伸ばしてこっちに、はい、苦しいですか。うわ、大丈夫、よだれ出てない。大丈夫ですか。これめっちゃ、これも結構入ればめちゃめちゃ苦しい。いや、これあの僕小さい時兄弟とかとあの寝技ごっこ知ってたんですけど、あのちゃんとした人にかけてもらった初めてです。すごい、これえ、もう息できない感じですか。できないです。っていうかもう肺が圧迫されて、まあ、喉もそうですけど、あ、すごい、そう、これ、はい、そう、すごいです、ね、決まると、はい、結構苦しいです。あ、今の結構完璧ぐらい決まった感じですか。そうですね。あ、ポジションでももう頭もグッと、はい、あ、そうですね、できて、はい、でも足が パッと入れば結構もうそれだけも決まる。いや、すごいです。10秒いらないですね、落ちるまでに。あ、そうですね、ね、ちゃんと入れば6秒、5秒ぐらいで結構、そうっす、はい、落ちちゃう。こっちの手を持って、はいはい、こっちをこっちにかけるんですよ、はいはいはい、で、足をこうっすね。あ、そうです、そうです。あ、もう結構これです。あ、ほんとっす。で、こっちの手がこっちにあると決まらないんで、はいはい、なるほど、こっちに、なるほど、はい、伸ばして、で、はい、頭を抱えてください、はい、あ、で、ぐっと、そうです。あ、なるほど。で、こっちでギューする。あ、そうですね。あ、なるほど。こっちの手は、やっぱでもほっといたら、こっちに流さないといけないです、うん、これがこっちにあると、これで我慢できちゃうんで、はいはいはい、
この肩が見えてるとあんまり決まらないですね。なのでこれをしてこっちに持ってこの肩をこのももでかぶす感じです。なるほど。あ、そうそう、はいはい、でこうですね。そうです。あ、ごめんなさい。そうそうそう、へえ。これもやっぱなんか腕の位置とか一個一個やっぱ結構、ね、はい、そうですね。どこの膝で肩固めてとか、これはちょっと使えるな。これ使う、絶対使わない。使える、ね、使わないでください。使うとこないか。使わないでください。はい、じゃあ最後チョーク、うん、お願いします。はい、チョークは、はい、例えばタックル切られて、うん、でこの状態でこうなるとするじゃないですか。はいはいはい、でこういう時にパウンドしながらまずはこう持ってくるんです。で倒して。こうです。あ、なるほど。これはもう入ればもう 100% 決まる。 100% 決まる、はい、これの回避の仕方としてはまずはもうここに手が入っちゃダメなので、ここを守ることと、はいはいはい、あと足も足で固められちゃうと逃げれなくなっちゃうんで、はいはいはい、足を外して、はい、守って逃げ、今もう喉しか意識いってなかったんですけど、今足固めてました。はい、あ、ちょっともう一回いいですか。これが、はいはい、ああ、なるほど、はい、固めてるんです、はい、でこの足がこ自分の足、山崎さんの足が上にあると、はい、あんま決まらないです、はい、これが引っかかってると、ああ、なるほどですね、はい、動けなくなるんですけど、はい、これをこうなってると決まらないです。逃げられちゃう、はいはいはい、ここからなるほど、はい、あ、ただいま決まります。決まりますね、これすごい、よだれでそうなるこれ危ないですね、マジで、はい、こういう状態が多いんですよ、はい、こういう時に、そうです、パンチしながら、はい、こっちに足を入れて、はい、向こうに倒れるんですよ、後ろにこっちに、あ、はい、そのままこうで、こっちの手でこっちにこう来て、そうです、足はこうですか、それでいいですか、はい、まあこれでいいです、はい、で、そのままこれ、はい、こっちの手を頭の後ろに、はい、あー、なるほど、そうそうそう、はいはいはい、で、そのまま締めてください、はい、あ、そうそう、あー、そうそう、大丈夫ですか、力が、大丈夫です、大丈夫ですか、これを腹でこうやって伸ばしておきます。いやー、がっつりですね、はい、これはもう首ここ入ればほぼ決まります。はめる、はめちゃう感じです、はい、だからみんなここ守るんでなかなか決まんないんですけど、ここがポンって入れば絶対決まります。レナ選手の時はそういう感じ、もう一発目で入りました、行きたと思って、うまいですか、はい、いや気持ちいいですね、これ決まったら最高です。でも落ちてんの全然気づかなくて、あ、そうですか、まだタップしないのかなと思ってたんですけど、あ、落ちてましたもん、完全に、はい、初めて落としました。あ、初めて、はい、へえ。大体タップするから、大体そうですね、練習中とかはもうあんま無理しないんで、関節技は、うん、なるほどです、怪我しちゃいけない。レスリングの時はあんまり落としてたのに、レスリングは関節がないんで首締めるとかあんまりないんですけど、いや、こんな可愛らしい子からこうつったら申し訳ないです、首締めるっていう言葉いただきました。いやいやいや、では今教えていただいた技をもとに、ちょっとゲーム形式で、はい、実践練習させていただきたいと思います。はい、お願いします。ビシバシよろしくお願いします。はい、お願いします。ありがとうございます。よっしゃ、時間は1分30秒で、はい、寝技対決ということで、はい、オープンフィンガーはめて、はい、まあ、打撃はなしで組み合いで、1本か、まあ、タップしたら負けにしましょう。はい、はい、よし、お願いします。教えてない技やっちゃいました。あ、それはこれでいったら取られますよね、はい、まあ、ちょっとじゃあ僕のフリースタイルちょっと見せたいと思いますフリースタイル、はい、お願いします
投げ合い1回よろしくお願いします。全然おはようございます。今ので3分ぐらいですか。あ、今さっきより強かった。参りました。ありがとうございます。ありがとうございました。勉強になりました。ありがとうございます。あのどっかで使わせていただけたらと思います。ぜひ使ってください。ありがとうございました。ちょっとまたありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。神田選手でした。ありがとうございます。ありがとうございます。1回目はあの教えてない技で決めちゃったんですけど、なんかタックルも切られたし、なんかやっぱり対応力がすごいなと思う。やることはないんで、あ、まあ、こんなことがあるんだと思ってもらって、やっぱり打撃はもうスペシャリストなんで、まあ、すごい勉強になりますね。やっぱり同じ格闘技ですけど、やっぱりやってることちょっと違うだけで全然違うんで、やっぱすごい勉強になりました。ぜひ神田のチャンネルも見てください。お願いします。